これは愛さんという男性がまだ高校生の頃に体験した話なんですが、はい、体験した日時というのが実ははっきりしておりまして、うん、それが1995年の1月17日その翌日のことなんですね、はい、その日何があったかというと阪神・淡路大震災でありました。もうたくさんの人が亡くなった未曽有の災害でありましたが、この愛さんという方が住んでいたのは兵庫県ではありましたが、震源地からは離れていたので大きく揺れましたが特に被害はありませんでした、うん、夜彼は自宅の2階自分の部屋のこたつに入ってテレビを眺めていました。テレビの画面では倒壊した家や災害状況が逐一報道されていまして、その画面の上に名前が流れていく。それは亡くなった方のお名前なんですね。で見ているうちに知っている名前もちらほら出てくるんです、うん、ああ同じ学校の何々ちゃん亡くなってるって、同じクラスの何々くんも亡くなってる。ただ文字だけで死んだと言われても全く実感が湧いてこないんですね、はい、悲しくならないので死んだという事実よりもこれしばらく学校ってどうなるんだろうか、そんなことの方に意識がいってしまったらしいんです、うん、でぼんやりテレビを眺めているうちにカタカタと窓が開く音がしました。見ると自分の部屋の窓を開けて同じクラスの男友達、仲のいい男友達が入ってくるところでした。いや声をかけられて、おお、よく来たな、寒かったらまあ座れよ。こたつを進めるとその彼がストーンと座る。で、いや地震すごかったな。彼に言うと彼はテレビをちょっと見て、ああ地震な、あ確かにすごかったな。いやさ、これ学校どうなると思う？さっき自分が思ったことを彼に聞いてみると、はい、その彼もテレビを見ながら、いやいやいや、こんななってたら学校しばらく無理でしょう。だよ。いや俺なんか無事だったからさ逆にちょっと悪い気がするわ。そんな話をしているうちにふと一つ二つ疑問が湧いてきました、うん、まずなぜ彼はわざわざ窓から入ってきたのか。別に普段から窓を出入りする場所じゃない。階段があるわけでもはしごがあるわけでもないんです、はい、あれそういえば窓鍵かけてたよななんて思いながら、ただそれよりももっと気になることがあったので先にそちらを聞くことにしました。お前さ死んだよな。そう言うと彼が、うん死んだよ、当たり前のように言う。この会話どういうことかというと、さっきまでぼんやり眺めていたテレビの上にこの横にいる男の子の名前が出ていたんですよ、あれあいつ死んだんだって思った矢先に窓から入ってきたから、ああ違うってどう見ても元気そうだったので、あれじゃああの報道が間違ってたんだ、言葉を選ばずに死んだよなと言ってしまったら、うん死んだよ、あっさり帰ってきたから、あーそうなんだ、納得するしかなくて、うん、それ以上聞けなかったんですよ、でお前家大丈夫だったのって聞くと彼、いや分かんないね、軽い感じでそう答える。そりゃそうかと、死んでいるんだから死んだ後の家の状況がわからないのは当然だ、ああそっかそっかごめんごめん。すると今度は向こうから、うん、他に死んだ人いる、俺たちが知ってるので亡くなった人って誰なのって聞かれて、ああさっきテレビで見たあの何々ちゃん、ああ、はあ、はい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 、あと同じクラスの何々くん、マジで俺結構仲良かったからショックなんだけど、いや自分も死んでるのに自分のことは棚に上げてショックなんだけどって喋ってる彼を見ていると、いや騙されてるよな俺っていう気がしてくるんですね、うん、どう見ても元気、血色もいいし、幽霊ってもっとこう青白い感じで陰気臭いよなっていう印象があったので、いややっぱ騙されてるわって、お前さ本当にさ本当に本当に死んでんだよなって聞くと、うん死んでるよ、あっさり答えられるから納得するしかないぞ、やっぱり死んでるんだ、ああそっかそっかそっか。そうなると不思議なのは、じゃあここ何しに来たの、わざわざ窓から入って何しに来たの。すると彼が、
いやなんかね順番待ちなんだよね。順番待ちか、はい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 。愛さんそう答えてるんですけど意味は全くわからないです。わかんない。彼が言ってることなんとなく全部うんうんってうなずいてしまうんですが、順番待ちって何のことと頭の隅ではそう思ってる。でそれを聞き返す前に友達がスッと立ち上がって、俺そろそろ行くわ、あえて嬉しかったと言ってくるりと振り返り窓の方へ行き、入ってきた時と同じように窓を乗り越えて外に行く。外に出た途端に姿が見えなくなる。夜ですから外は確かに暗いんですがすぐに見えなくなって、開いた窓が一人でにゆっくりカタカタと閉まっていくのを呆然と眺めていました。窓が完全に閉まりきって、その後も状況が飲み込めずにしばらく動けないでいる。ようやく、いや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 、死んだやつが会いに来るってありえないだろという異常な事態に気がついて立ち上がり窓まで行く。彼が出て行ったその窓を開けて外を覗く。外に友人の姿はありませんでした。ただ家のすぐ前の住宅街の細い道にずらっと人が並んでいる。見える範囲端から端までびっしりと人がぎゅうぎゅう詰めになってる、はい、でその人たち全く喋らずにうつむいてゆっくりゆっくり歩いてるんです。ただその中には何人かお坊さんのような人たちもいるんですが、誰一人それだけ人がいるにもかかわらず、喋っていないにもかかわらずシーンとしているのが気味が悪くて、なぜかわからないんですが、この無数の人たち全員死んでるって思うんです。でおそらく友人もこの中のどこかにいるんだろう。怖くなって開けた窓を急いで閉めた。でそこで友人の言葉を思い出す。順番待ちなんだって、これのことなんだ、なんとなく意味が分かったと愛さんはおっしゃっていましたが、震災のあった翌日にそんな体験を一度だけしたと話して聞かせてくださいました。そんなお話でございます。リアクションが遅いからやってしまったかなと思いましたね。違います。違いましたか。ありがとうございます。怖いですか。いや、なんか、はい、ありがとうございます。すごいもん見ちゃったって思ってます今。ああ、ありがとうございます。不思議な話ですよね。これでも随分前に聞いて、私がもう大学時代に同期の人から聞いた話なので、はい、もう今からもうそうですね、もう何年も10年以上前に聞いた話になりますが、不思議なお話だなとは思いました。ちょっと一回整理してもいいですか。もちろんでございます。お話の内容についても 2、3点ね、ちょっとこう、はい、どういうことだろうって聞きたい話あるんですけど、はい、これ神間さん、はい、マシーンですねすいません、笑ってしまいました。不覚にも笑っていいんです、人間だから階段始まってもう、はい、こんな引き込まれるかっていうぐらい。ようございました。ありがとうございます。状況とかすごく鮮明に浮かんじゃって、あ、そうもうずーっと僕もその部屋にいて、はい、不思議な友達との会話をしてるところを僕が目の前で見てるような感覚でずっと聞いちゃいました。あ、ようございました。そのためにやらせていただいておりますから。素晴らしいですね。ありがとうございます。もちろん実話怪談ってことですけど、はい、そんなね、亡くなった方がもうフランクに、あれお前死んだよな、うん死んだっていう、普通にたわいもなくおしゃべりするかのように、来たみたいですね、その方は。だからまあ確かに私も怪談あまた集めさせていただいておりますが、中にはやっぱりザ・幽霊、裏飯屋というふうに出てくるものも、おりますが、なのでこれだけフランクに出てくる、本当に死んでるのかなと思わせてくれる、幽霊というのは結構珍しいのかもしれませんね、話を聞いていて。でね、やっぱり亡くなってるから情報がないわけですよね、うん、他誰死んでんのって言って、あの子も死んじゃったかとか、そんな風なリアクションするっていうのも、う
そうですね、面白いですよね。だから自分が死んでるけれども、死んでる、死にたてですから、あの自分が死んでるという実感もそこまでは多分ないんでしょう、ね、ないのかもしれないですね。だから自分の死は棚に上げてリアクションしてしまうと、いやいや死んでるんでしょあなたもというふうになってしまいますが、そこら辺がすごくリアルなお話だなとは思いました。思いましたね、はい、取材していてそれは思いましたね。あと行列ですよね。行列、あの言葉がね、あの怪談師として話させていただいておりますから、省かしてはいただいておりますが、実はその順番待ちなんだよというふうにその彼が言ったその前には、今回たくさん人が亡くなったから順番待ちなんだよというセリフなんです本当は。はあ。ただそれはそこまで言ってしまうとちょっと説明が多すぎるかと思って端折らせていただいておりますが、あのね、多分亡くなってしまった方たちですよね、その行列があったわけじゃないですか、うん、あのお坊さんが何人か見えたっておっしゃってたんですよ。そうなんですね。そのお坊さんって、はい、亡くなった方なのか、それかその行列をちゃんと並びなさいよとか、なんかこう案内するような役をされてる方なのか分かりませんね、これが、ね、そこもね、なんか不思議だなって思ったんですよね。不思議な感じがしますよね。ただめちゃくちゃ絵が浮かんだんですよね。うん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 、おそらくはその、まあ、愛さんにしか見えていないのかもしれません。あ、しかもなんでその愛さんの家の前で行列が作られてるんだってね。あ、それも不思議なことでございます。確かに、ね、ただ私この話のいいなと思うところはですね、怪談というのはまあ数多聞いていらっしゃると思いますから、はい、いろんな怪談があると思います。もちろん怖いのを期待される方多いと思いますし、幽霊が出てくるのがいいというふうに思われる方もいらっしゃると思いますが、中にはこうちょっといい話であったり笑いできたりだとか、はい、滑稽なものだったりとたくさんあると思いますが、怪談の大きな、魅力の一つは亡くなった方に会えるかもしれないというロマンだと思いますね、はい、それをこう多分に含んでいる話だなと、思っていて、でこれ大丈夫ですか、私喋っていて。いや、もうぜひお願いします。 ありがとうございます。あの東日本大震災の時もやっぱりたくさんの方が亡くなられて、はい、残念ながら亡くなられて、でいろんなこうルポドキュメンタリー本とか、映像が作られましたね。で私もそれをこうちょっといくつか読んでいると、それまではこうやって助かりましたとか、体育館に避難してこんな生活をしていますみたいなことを、つらつらと淡々と綴っている内容のものを読んでいても辛いんですが、ただその中に2ページだけ、はい、私の読んだ本の中に2ページだけ階段出てくるんですよ。でそれが避難して、東日本大震災で震災あって避難して体育館の中で暮らすと、しばらく暮らすと、そうすると電気ついてませんから周り真っ暗なんですね、うん、はい、で音も静かなんですけど、その中を車が走ってくる音がするっていうんですよ、うん、で車だと、無事に走れてガソリン入ってる車って珍しいなっていうので、うん、誰が来たんだろうでみんな出てくるわけです。そうすると車が1台止まって中で運転してた人が出てくるんですね。そしたら何々川、その地元の人はすぐ分かる、何々川に今火の玉がたくさん出てる、みんな行きませんかっていう。でそしたらみんなが、もちろん車には全員乗れませんが、あ、その火の玉もしかしたら行方不明になってる自分の家族かもしれないって言って歩いて川に行くんです。ゾロゾロ川に行くんです。そうすると川にたどり着くともう火の玉はいない、消えてるんですね、残念ながら。でみんなが何て言うかって言ったら、あ、幽霊でもいいから会いたかったなって言うんです。その2ページだけそんなことがありましたって階段を書こうとは思ってらっしゃらないんですが、うん、ルポとして載っているところがあるんです。これはまさにその階段が持っている魅力の一つ、亡くなった人に会えるかもしれないという部分なんだろうなというふうに思いますね。そう考えると、ただ怖いことではなく、階段が必要になる瞬間が、はい、もしかすると人間にはあるのかもしれないなというふうに感じますね、はい、いや僕も常々思います。そういうね、残された人たちが救われる怪談話ってありますよね、まあ、もしかしたらそれはそうなのかもしれませんね、